5月1日水曜日の全国の天気をお伝えします。まずは天気図から見ていきましょう。前線上の低気圧の影響で西東日本ほど広く雨空となります。南西諸島もざっと強まる雨にご注意ください。それでは天気の移り変わりを見ていきましょう。西日本から東日本はすっきりしない空です。九州や中国、四国地方、特に午前を中心に雨が降り、太平洋側ほど強まる可能性があります。そして午後は近畿、さらに東海や関東でもしっかりとした雨となりそうです。一方で東北北部から北海道は天気が回復し、日差しが届く見込みです。それでは気温の予想も見ていきましょう。東海や関東地方、特に東京などは日中も気温が上がらず、むしろ右肩下がりとなりそうです。午後は15度を下回る見込みですので、暖かな服装でお過ごしください。また西日本など大阪も20度に届かず、前日に比べると気温が下がりますので、服装選びにお気をつけください。日差しが届く東北北部や北海道は15度を上回り、暖かさを感じられそうです。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧ください。